19日夜、栃木県日光市で2歳の男の子が橋から転落し、助け出そうとした父親が川に流され行方不明になっています。19日午後9時ごろ、日光市の鬼怒川温泉で、橋の上から子供が落ちたと近くを通りがかった観光客の男性から110番通報がありました。 転落したのは、千葉県市水町の会社員、山谷隆二、41、3の2歳の次男で、河原で泣いているところを発見され、病院に運ばれましたが命に別状はないということです。一方、父親の山谷さんは、次男を助けようと河原に降りた後に、行方がわからなくなっていて、警察と消防は川に流されたとみて、捜索を続けています。警察によりますと、山谷さんは、 家族で旅行に来ていて、橋を渡る際に次男に川を見せようとして抱き上げた際、誤って転落させたと見られるということです。橋から河原までは高さ10メートル以上ありますが、次男は落ちる途中で木に引っかかり無事だったと見られています。20日1343